まあ、セザンヌの回を見ていただいてなんですけど、うん、ゾラがセザンヌを何度もその気にさせようとしたのはなぜなんでしょうと。いや、まあ友達だったからっていうのはあるし、いや、やっぱそれなりにいいとは思ってたんだと思うよ。独特じゃん、セザンヌさ、はい。だからやっぱり、それが、そこには良さがあるわけですよ。ただ、うまい下手とかを超えた何かがあるわけですよ。魅力はね。で、ゾラも、まあ、もしかするとだよ。本気でいいと思ってて、お前の絵は絶対いけるよと思って言ってたのかもしれないだよ。で、セザンヌもそうだと思ってたからこそさ、ゾラが作品っていう小説書いて、その中にどう見てもセザンヌをモデルにしたと思われる画家がさ、結局成功しなくて自殺しちゃう話だったんだよ。それを読んだ時にセザンヌはショックを受けたんだよ。あれ、ゾラは分かってくれてると思ったのにって言って、だから多分ゾラはそれまでは少なくともセザンヌの作品いいよって思ってくれてたんだと思うよ。複雑ですよ、なんか複雑ですよ。ちょっと俺もうそこのところでさ、昔さ、ブラブラ美術博物館のさ、はい、収録中に中野京子さんと喧嘩になってさ、ゾラが俺はゾラは嫌なやつだっつってそんなことないわよゾラゾラは一生懸命セザンヌ励ましたわよとかって言って、作品とか書くじゃんって収録進めてくださいって言われたことだって、だってゾラさ、最初印象は応援してんのにさ、途中で手のひら返すしさ、結構さ、結構木を見るに敏なやつなんだよだから先生、セザンヌのことだって、それ最後まで責任持ってやれよと思ったよ。というわけで、山田五郎大人の教養講座をお送りしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。皆様の暮らしに潤いをというようなことで始められた番組っていうか、YouTube らしいんでですね、皆さんの暮らしがちょっとでも潤ったなと、ちょっとでいいですよ。湿度にして 1% ぐらいとでも潤ったなと思われた方はですね、ぜひチャンネル登録をしていただけると、我々の暮らしもちょっと潤うということなんで、よろしくお願いいたします。